やあやあ皆さんこんにちは、パラレルタイムストレンジャーヒーローズのタツです。皆さんお久しぶりです。お元気ですか？僕は元気です。おかげさまで前回の動画グッド評価引くことのバッド評価が350を超えたら動画アップしますよって言ってたんですけども、2ヶ月ぐらい想定してたんですけど、わずか5日で超えてしまいまして、実は本当にありがとうございました。また動画を出すのが遅くなってしまい、大変申し訳ありませんでした。やっとねお届けすることができますので、お待たせいたしました。さてさて、今回の動画なんですけども、世界を動かすものがバラした世界一安全な場所は日本のホニャホニャ県ホニャララ市という動画の続きの続きになります。達的都市伝説シリーズのセカンドシーズンの第3弾動画がこれになってます。なので前回と前々回の動画をまだ見てないよっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄の方にですねリンクを貼っておいたので、ぜひともそちらを先にご覧いただければと思います。今回の動画ですが、隅から隅まで意味があります。途中で話が飛び飛びになっている気がするかもしれませんが、それさえも意味があります。また今回の動画の中で僕は大きな嘘を一つだけつきます。それはとても分かりやすい嘘です。ぜひその嘘を見破ってくれたら嬉しいです。では今回も僕は君に届けます。いきなりですが、第3次世界大戦はいつどこでどうやって始まるのでしょうか。北朝鮮の暴走がきっかけ、それとも世界的テロが誘発する、それともアメリカの戦略で開戦する、そしてそれはどんな戦争なのでしょうか。大陸間ミサイル戦争、ドローンを使った化学兵器戦争、それともインターネットでのコンピューターウイルスやハッキング戦争。いいえ、どれも違います。なぜならば第3次世界大戦はもう始まっています。まずはこちらの画像をご覧ください。1995年1月17日5時46分阪神淡路大震災発生。2001年9月11日8時46分アメリカ同時多発テロ発生。2011年3月11日14時46分東日本大震災発生。2014年4月1日20時46分チリ地震発生。2016年10月8日1時46分九州阿蘇山噴火。偶然の一致にしては、全ての発生期間が46分に集中しています。なぜ揃いも揃って46分なのでしょうか。このようにあれと思うこと、それが都市伝説の入り口です。ちなみにですが、人間の染色体の数は46本です。これらを偶然の一致と簡単に片付けてしまって良いのでしょうか。例えば有名な映画バックトゥザフューチャー2、これがアメリカのツインタワーテロ事件911を予言していたんじゃないかというのは有名な話です。タイムトラベルが可能な車に乗って過去現在未来を飛びまくる映画バックトゥザフューチャー、1985年に制作された3部作構成のその映画の中で、主人公の親友が過激化テロ組織に襲われてしまいます。主人公はタイムマシンで時間を遡り同じ場所に行きます。このカット、ツインの文字、そして画面を反転させると現れる911。この後友人はテロリストに襲われます。そしてこの後看板がツインからローンになってます。ちなみにアメリカのツインタワーはテロで崩壊後、全く同じ場所にグランドゼロが建設されました。これはたまたま偶然でしょうか。この映画の中で女性が街で時計台の修理費の募金活動をしていますが、この背景に映っているもの、これはたまたま似たようなマークがたまたま映り込んだだけでしょうか。バックトゥザフューチャーの話は有名なのでご存知の方は多かったと思いますが、ではこちらはどうでしょう。1991年公開の懐かしの映画ターミネーター2です。お気づきになりましたか。ではもう一度戻して、今度はスローモーションでストップしてみましょう。気づきましたか。このシーンのこのカットを止め、拡大すると浮かび上がる文字、それは911。たまたま偶然でしょうか。910でも912でもなく、危険911とはっきり表示されています。
それではこちらはどうでしょう。2009年に制作された韓国映画津波。東日本大震災が発生した2011年の2年前、お隣の韓国で作られた映画津波。巨大な津波がアジアを襲うこの映画のワンシーン、日本の地図の東北地方だけがありません。ちなみにこの映画、日本でも公開されました。さらに実は日本の内閣防衛省とのコラボで防災の日、防災週間のポスタービジュアルとして使用されました。その2年後、忘れもしないあの巨大地震が起こりました。不思議な偶然、不思議なこと、すべて現実として存在しています。だけどよく考えてみてください。こんなに揃いも揃って偶然の一致ってありますか？さて、冒頭から何の話なんだよ一体と思っていると思いますが、最初に言った通り全て意味がありますので、一つ一つ頭の片隅に置いておいて、点を後で線で結んでください。長野県軽井沢市に突如として建設された巨大建造物、ビル・ゲイツが個人的に建てたと噂されるが、それは果たして本当なのか。所有者を割り出すためにブルーマップを取得するも、そこにあったのはただの空白。真相を追求するために現地の法務局へ車を飛ばして確認するも、登記簿にさえ記載がないという謎。建物の追求は一旦諦め、土地の所有者という観点から調査を続行。そこに現れたのは正体不明の会社、株式会社 PM リゾート。タツを果たして真実にたどり着くことができるのだろうか。はい、そんなわけで改めましてタツです。まず前回言った通り、会社の登記簿を入手しました。それがこれです。はい、で登記簿を実際に、法務局で取ると複製不可能な特殊な用紙でくれるんですけども、今回はですねネットサービスで取得したものなので、登記簿をプリントアウトしたものになってます。用紙がね、ちょっと違うんですけども、これ書いてあることは一緒です。でまずとりあえずこの登記簿を取得しました。それでここにですね、まず会社の方に電話をしました。が電話をしたのがやはりですね、レンタルオフィスの受付の電話番号だったんですね。なのでこの登記簿に記載された住所に実際に行ってみました。タツです。今からですね、東京の方へ向かうために電車の方に乗って移動したいと思います。でね、今日ね、なんで今日を選んだかっていうと雨なんですよね。雨ってことはこの傘でカメラを隠せるんだよね。雨でカメラを隠しつつ、ちょっとね東京をねいろいろと行って撮影したいと思いますので、今日狙ってきました。じゃあ行ってきます。株式会社 PM リゾートの登記場の本社は東京都港区、最寄り駅は新橋駅で、駅から徒歩5分の東急ビル2階、そこが本社となっています。こちらがそのビルです。このビルの外にあった案内看板がこちらです。2階はというとリージャスビジネスセンターとなっています。このリージャスビジネスセンターというのはレンタルオフィスで、2階は受付も兼ねてます。でこちらが2階に入っている会社の一覧です。この中に株式会社 PM リゾートはありません。もしかしたら看板を出していないだけなのではと思って裏手に回って指受けを確認しましたが、しかしやはり株式会社 PM リゾートは存在しませんでした。はい、というわけでして、新橋の例の、会社のところに来てます。こちらがそうです。はいはい、現地に来てました。で僕今ね、現地の目の前で撮影しております。ビルの目の前で、傘でね、雨のおかげで傘で、ね、隠しながら、カメラを隠しながら無事撮影しておりますので、で、実際ここ来ました。で登記場の場所が、2階となってるんですが、先ほどこちらの写真見てください。2階と3階がレンタルオフィスになってます。でレンタルオフィスの方がの方に、受付、2階が受付になってまして、で一旦このビルの中に入って、その会社は存在するのかどうか確認したところ、すでに存在していませんでした。また、裏手に回ってですね、郵便受け確認したんですが、存在していませんでした。以上をもちまして、タツ席都市伝説のセカンドシーズンは終了となります。
皆さん、くだらないカムフラ動画にもめげず、長い連載動画にもめげず、チャンネル登録を継続していただきありがとうございます。長い間ご支援いただき本当にありがとうございました。まあ、はい。さあ、突的都市伝説は新シリーズを予告します。今年のお盆にですね、公開予定の新シリーズ、突的都市伝説シリーズ第3弾はですね、なんと徳川埋蔵金に挑みます。皆さん、徳川埋蔵金伝説知ってますか？徳川埋蔵金どこにあると思いますか？はい、群馬の赤城山、それとも日光の東照宮、ね、かごめかごめ、いろいろね、ありますよね。いいえ、タツはそれらすべての定説を覆します。この夏、熱いリアル謎解きご期待くださいね。見てください、これほら、金属探知機、これ海外から取り寄せたんですけど、こいつを改良して、さらに改良して、パワーアップさせてね、まあ、面白いことやりますんで、現実世界の都市伝説はね、実際にかなり危険なことに巻き込まれる上にですね、法律上にもいろいろとしがらみがあって、やれ個人情報保護法だの、著作権法だの、名誉毀損だの、建物侵入がどうのこうのとか、いっぱいちょっとしがらみがありまして、思うように本当動けません。でもちろん言えないことも多々ありまして、はい、特にね、今皆さんが見ているこの動画っていうのは過去なんですよ。僕はこの動画の、もう例えば先の先の先ぐらいまで進んでいる状態で、でその中のこう何ですかね、公表できる部分をこうの最初の部分をこう動画として出している状態で、僕自身はもう皆さんにとっての未来に僕は今存在してて、で僕の過去を今見てもらってる状態なんですね。で、その上でだからこの動画だけで判断されてしまうと、いやじゃあお前何が危険なんだよとか、何がどうなんてって言われてしまうのも、まあそれしょうがないことなんですけども、やっぱりこういろいろとこう、言えないんですよ。あります。はい。で、ただね、このその次のね、新シリーズは歴史上の都市伝説だったらね、もう過去のことなんでぐいぐい攻めれるので、ぜひともね、そこはご期待ください。はい。内容が内容だけにね、今後ね、僕の動画削除される可能性が非常に高いです。なのでよかったらですね、チャンネル登録していただいて、消される前にご覧いただければなと思います。あとね、評価ボタンお願いいたします。グッドでもね、バッドでも感じたままに投票してください。ただ高評価引くことの低評価が多くなれば多くなるほど、新作動画出すスピード上がりますので、いいなと思ったらぜひね、高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。僕は君に宣言書。ここから先の動画は突的都市伝説とは一切関係がありません。この先の動画は突的オリジナルの自主映画であり、完全なるフィクションです。なので実際の会社や人物とは一切関係がありません。タツがアップする動画はタイトルの最後にナンバリングがしてあり、そのナンバリングは動画の公開順となっています。例えば突的都市伝説のセカンドシーズン第3弾動画、今ご視聴中のこの動画はナンバリング16です。この後流れるタツの自主映画とナンバリング20の動画は今回の突的都市伝説セカンドシーズンとは一切関係がありません。すべてフィクションであり、個人的な自主映画です。ただもしかしたらこの後流れる映像やナンバリング20の動画で実際の会社や実際の人物と名称や名前が一致することが偶然たまたま奇跡的にあるかもしれませんが、それは偶然たまたま奇跡的にそうなっただけで、特に何の意図もありませんので、そこに対して一切の質問を受け付けません。最後にこの後の映像および
ナンバリング20の動画をご覧になった視聴者様が勝手に点と点を結んで何かにたどり着くようなことがあったとしても、それはタツが意図してそうなるように誘導したものではございません。くどいようですが、この後の映像およびナンバリング20の動画はあくまでもタツオリジナルの自主映画であり、完全なるフィクションであり、実際の会社や人物とは一切関係がございませんので、できることならばご視聴しないでください。ご清聴ありがとうございました。僕は君に届けます。というか、レンタルオフィスがこの会社の本社ってどういうこと？僕はそう思いました。で、しかし登記簿が存在している以上、この会社、株式会社 P は実際に存在しています。そしてまた土地の登記簿にも所有者として株式会社 P が載っていますので、やはり存在そのものはあるはずなんです。またですね、土地の固定資産税の請求書はこの株式会社 P に届いているはずです。そう、前回の動画で建物の固定資産税を支払っている人から所有者を割り出そうとしたんですけど、調べていくうちにそのルートっていうのは無理だということが分かりました。どういうことかというと、例えば君の知り合いが土地を持っていたとします。で、その土地に対しての固定資産税を君が代わりに支払ってもそれは全く問題ないからなんですね。もっと分かりやすく言うと、君の友達がスマホの料金をコンビニ払いにしていたとします。で、君がその友達に届いたその電話の請求書を持ってコンビニに行って、君が代わりに支払っても君がそのスマホの本当の持ち主じゃないなんてことは誰も気づかないです。それと一緒で、固定資産税を支払っている人イコール所有者ということにはならないということが分かりました。ただ、基本的に固定資産税の支払い請求書っていうのは登記されているもののところへ届きます。今回は建物の登記がないです。で、もしかしたら建物の固定資産税の請求書も土地の請求書と一緒に、この株式会社 P に送られている可能性が高かったんですね。しかしこの会社が登記されている場所にこの会社は存在していませんでした。これは一体どういうことなのかと。というわけで、さらに別の角度から追求したいと思っています。今度はですね、この株式会社 P の代表者です。この登記簿には、その会社の、代表者名が記載されています。その代表者の名前は、黒正彦、イニシャルにすると MK です。で、そしてここにその人物の、現住所が記載されていますので、僕は本人に直接会いに、その場所へ向かいました。東京でのロケが遅くなってしまったので、そのまま現地で一泊しました。そして翌朝向かいました。場所は東京都新宿区市ヶ谷のあるマンションです。はい、突然ですが皆さん、チキンナゲットって食べますか？これはですね、 CWC 研究所というアメリカ政府から許可を得た医療、保険関連のメディア、ナチュラルニュースというところはですね、今から10年前に公開した映像がこちらです。で、子供はみんな大好き、M バーガー、ね、ハッピーセットの M バーガー、伝わりますかね、 M バーガー、そこで売っているチキンナゲット、はい、実は今でこそその原材料はチキンなんですけど、数年前までは LFTB というものでできていました。本来であれば廃棄する牛肉の部位を遠心分離機にかけて肉と脂肪分を分離し、さらに水酸化アンモニウムを使用して殺菌処理して作った俗称ピンクスライム、そのピンクスライムで作られたチキンナゲットを電子顕微鏡で拡大していったら、自然界には存在しないものがいくつもあったという映像なんですね。ちなみにこれは髪の毛とかホコリではありません。そういったものだったら、例えばキューティクルとか枝分かれが見れたりしますし、それにこんなに、ね、機械質なものではないです。
で、あ、誤解しないでください。あの、これは昔の話で、さらにアメリカの話です。あの、昔といっても、まあ、数年前の話なんですけど、でこの問題を受け、アメリカの M バーガーは LFTB、 さっき言ったあの、ピンクスライムの使用を中止しました。さらに日本の M バーガーはちゃんと原材料チキンですし、日本の M バーガーは820項目にも及ぶ徹底した衛生管理のもとによって作られているので、誤解のないように言っておきます。で、次にこちらをご覧ください。ご存知ですよね、マイクロチップ。体内にマイクロチップを埋め込むことで便利な世の中になるよっていうあれですね。ミスター都市伝説の関さんも体内にマイクロチップを入れるところを放送してましたし、放送内容的にはですね、マイクロチップを入れないとこれからの社会生きていけなくなるみたいな、選ばれるためにはマイクロチップを入れなければいけないみたいな、そのようなニュアンスの発信をしていますよね。選ばれるためにみたいなことで言葉をすり替えていますが、実際にはまあ、入れましょうと、まあ、そういう放送だと僕は認識しておりますし、まあ、マイクロチップの営業であるんだろうとは思いますけども、まあ、そのような発信、情報発信をしております。で、また話が変わって、キリスト教信者だったら誰もが知っている獣の数字666、ヨハネの黙示録の第13章16から18に、また小さいものにも大きいものにも飛んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右手か額かに刻印を受けさせた。またその刻印、すなわちあの獣の名またはその名の数字を持っているもの以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。資料あるものはその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666であるね、とあります。これは何かというと、バーコードのことを指してます。バーコードは頭の数字4と左右6桁の数字からなっています。その間にある、他より長い下に数字がない2本線が左右と真ん中に3本表示されています。バーコードっていうのはこのね、幅で数字を表現していますので、この幅の2本線というのは6という意味になってますので、3本で666になってます。マイクロチップというのは、いわば電子版バーコードみたいなものですね。マイクロチップは最新のものだと米粒程度のもので、中身は記憶媒体が入っています。1ミリの1000分の1という単位がマイクロなので、1ミリ以下の記憶媒体が入っているので、まあ、マイクロチップなんですね。で、例えばこのタイプだと、はい、記憶容量が約1メガです。写真や文字を記録します。では分かりやすくイメージするんであればですね、新聞10ページ程度の情報を記録できる、まあ、その程度のものだと思ってください。ここにですね、自分の個人情報や銀行情報、生体情報や医療情報、免許情報や資格情報、またまたですね、公的機関情報や資産情報など、その人の重要な情報をすべてそのマイクロチップに入れて、すべて体内に入れて管理するということで、例えば鍵を持たずに扉を開けるとか、お金を持たずに自動販売機でドリンクを買うとか、運転免許証や健康保険証を持ち歩く必要がなくなるとか、つまりメリットとしてはいろいろなことが便利になると。また個人を認証できるので安心安全で、体内に重要情報があるので盗難防止にもなるという、まあ、いいことずくめの宣伝しているのがマイクロチップです。でも考えてみてください。今私たちはさまざまな個人情報を持っています。例えば運転免許と保険証は常に携帯していますが、銀行の通帳は家に置いてあったり、大事な書類は、まあ、金庫ある人は金庫の中に入れたり、まあ、パスポートですよね。パスポートは海外旅行の時以外は、まあ、家のね、どっか大切なところに隠しておいたり、つまり重要な情報というのは僕たちは普段バラバラに保管しています。ではどんな手を使ってでも君の個人情報を全て集めたいと思う人がいたとしたら、まず君の SNS を調べて、そこから君の情報やつながる君の友人や家族のことも調べます。友達の友達という経緯から君に近づいて SNS 上で接触し、そしてネット上でまず君とつながるでしょう。仲良くなれたら実際に会い、君と会話し、君の個人情報を君から聞き出すこともするでしょう。その先は犯罪行為になりますが、君の財布を盗むとか、君の家に侵入するとか、君のスマホやパソコンにハッキングをするとか、まあ、とにかく時間と手間はかかるしリスクも多いですが、いかなる方法でもまあやっていけば個人情報っていうのは結局手に入ります。犯罪ですけどね。
しかしそういった個人情報をもし君がマイクロチップに全て集約し便利に生活しようとするのであれば、それは君のマイクロチップただ一点を狙えばいいということになります。マイクロチップの仕組みはそこに入れた情報を機械で読み込むといったものです。クレジットカードのスキミングもそうですが、データというのはほんの一瞬で読み取れます。君がマイクロチップに個人情報データを集約するということは、そこに全てをさらけ出すと何の変わりもありません。で、このマイクロチップについてあれって思うことないですか？それはでかすぎるってことなんですよね。もちろん小さすぎたら体内を移動します。例えばこちらのマイクロチップ、これはですね、メインの部分はこの半分だけです。で、残りの半分は何かというとコイルです。読み取る瞬間にその読み取る機から発信される電波がこのマイクロチップ内のコイルに電力を発生させて、まあ、充電するという、そういう仕組みになってます。しかし最新のものは多くの情報を記録し GPS の発信機能を備え、体内で電気を発生して充電すると、まあ、こんなところまで来ています。 まだね市場には出てなかったりするんですけども、技術っていうのは常に進化しています。一般市場で製品が使えるようになるまでの時間っていうのはかなりかかります。つまり君が最新だって思うその技術は、実は何年も前から研究開発が行われていて、長い期間の実用研究や試行錯誤の改良があって、そしてようやく一般市場に情報が出て、その後ベータ試験などで先行販売があって、そしてさらに改良があって、販売のための量産、在庫確保の時期、そういうものがあって、そしてようやく君たちの手元に届きます。ではその僕たちがいるこの市場ではない最先端ではどんな研究が行われているのでしょうか。例えばナノチップ、1ミリの1000分の1の単位がマイクロ、先ほど言ったマイクロチップ、そのさらに1000分の1の単位がナノ、いわゆるナノテクノロジーというやつです。ではナノテクノロジーにおけるナノチップはどんなことができるのか。怪我をした部分の皮膚に電子デバイスを乗せてピピッと稼働させると、その破損した組織に修復を行います。この間わずか1秒、そしてその修復された部分が徐々に周りに広がり馴染み、全体的に修復させていきます。例えばマウス実験では足の怪我はわずか10日ほどで回復しました。また脳梗塞で脳に損傷ができたマウスでさえもわずか1週間で 97% が回復しました。この技術は今年から臨床試験、つまり人体実験が始まりました。ではこのナノチップは他にどんな可能性があるのか。それは例えば血液の中に注入してドロドロの血を修復したり、どんな病気も飲むだけで治る薬ができたり、この技術はティシューナノトランスフィクションと言います。僕たちが知らない世界の最先端はマイクロチップの1000分の1の世界、つまりナノの世界で最新技術は戦っています。で、話を一つ戻すと、マイクロチップでかすぎませんか。それはもしかしたら次の展開に行くための大きさなのではないでしょうか。先ほど僕はあれ以上小さくしたら体内を移動する可能性があるかもと言いましたが、実際はそんなことないんです。マイクロチップカプセルの両端には釣り針のようなフックのような形状を仕込めば動きませんし、実はもうすでにそうなってるんです。体内で動かないようになってるんです。つまり何が言いたいのかというと、1、マイクロチップを入れたら便利、マイクロチップを入れないと生き残れない、マイクロチップを入れないと選ばれないというものの裏には、マイクロチップ業界の営利目的と人類個体管理、つまり世界を統一するための準備があります。 2、マイクロチップを埋めようは君自身に君の個人情報をマイクロチップの中に集める作業をやらせるということです。3、マイクロチップのデータは一瞬で盗めます。自動販売機にしろ何にしろそのマイクロチップの情報を読み取れるということは、マイクロチップのデータがたとえ暗号化してやろうとも全て読み取れるんですね。例えば僕が国際エージェントだったならば、この仕組みを利用し読み取り専用のマイクロチップを僕の手の中に入れます。海外は握手外交の世界ですので、マイクロチップを埋めた僕と握手を交わすことでその人のマイクロチップ情報をスキミングします。他にも例えば世界征服を企む悪い者がいたら、カプセルの中に毒を入れ指示に従わない場合は体内で破裂させるなんてことを考えるかもしれません。でもそれって現実的ではないですよね。だってあんなでかいカプセルを体内に入れたくないっていう人きっとそう少なくないと思うんです。でも例えばナノチップだったらどうでしょう。いつの間にか体内に入っているという可能性があります。でもナノチップって体を治してくれるんでしょと思った君、間違いです。
どんなものでもそれを悪用しようとする者はいます。ダイナマイトは硬い岩を砕き、トンネル工事を推進させて経済の発展をもたらせた反面、戦争で使われて大きな命を奪う道具となりました。原子力発電も夢の永久エネルギーとして開発されたのか、それとも核爆弾のために開発されたのか、もっと簡単に言えば包丁で料理を作るのか、人を刺すのか、そのぐらい使う人によって変わってきます。ナノテクノロジーを悪用したら何ができるのか。例えば体内に入ったナノチップを一気に高温にして人体発火を起こしたり、電磁波と共鳴させて電子レンジの中にいるような状態にしたり、つまりは一瞬にして遠隔大量虐殺が可能になります。話は2つ戻ります。チキンナゲット、あの中から発見されたものは何だったんでしょうか。もし仮にあれがナノチップだとしたら、いいえ、だとしたら体内を通って体外に排出されてしまいます。じゃあ体外に排出されないように、誰にも気づかれないように、自然な形でナノチップを体内に埋め込むことができたならば、そう考えた時ある一つの仮説が出てきます。それはワクチン。調査の続きです。東京都新宿区のマンション MK の家に直撃しました。それがこちらのマンションで、エントランスの方から郵便受けを調べたり、ちょっと中の人がいたので聞いてみたりしたんですけども、 MK さんここには住んでいらっしゃらなかったです。ただ登記簿の方にはもう一箇所住所が記載してありましたので、今度はそっちへ向かってみました。またまた突然ですが、今度はこちらの画像をご覧ください。わかりますよね。そう、村上春樹さんの小説1984です。この1984は世界中で絶賛され、1984年という狂った世界に主人公の2人が巻き込まれていくという大きな物語から始まります。で、重要なのはこの本の中身ではなく、この謎めいたタイトル、皆さんどう思いますか。ネットで調べると、村上春樹さんは執筆の動機としてジョージ・ウォーウェルの近未来小説1984年を土台に近過去の小説を書きたいと以前から思っていたと話しており、これをもとに1984としたとご本人が証言しています。まあ、ウィキペディアでもそうなんですけども、ネット上の情報はそこで完結しています。また村上春樹さんはこうも発言しています。僕が今一番恐ろしいと思うのは、特定の主義主張による精神的な囲い込みのようなものです。多くの人は枠組みが必要で、それがなくなってしまうと耐えられない。オウム真理教は極端な例だけど、いろんな檻というか囲い込みがあって、そこに入ってしまうと下手すると抜けられなくなる。さて、アルファベットの Q は A から数えて17番目のアルファベットです。つまり1984の Q を17と置き換え、11784としてみます。次にこの11784をネットで検索します。するとこの数字はあるものを表しているものだということが分かります。それは国際標準化機構 ISO が定めるマイクロチップの国際データ通信コード、それが11784。最近ではペットや動物の識別において次々と埋め込まれるマイクロチップ、最新のものでは飼い主情報から始まり、予防接種情報、成長情報、体温測定、 GPS などが埋め込まれていて、今から11年も前に環境省が動物が事故の所有に関するものであることを明らかにするための措置についてという告示を出し、その中でペットには積極的にマイクロチップを埋めろということが記載されています。マイクロチップを埋めることを推進する国家権力、マイクロチップを埋めないとこれから先の未来には選ばれないと脅す某番組、マイクロチップの利点だけを気軽に取り上げるマスメディア。もう一度村上春樹氏の言葉を引用します。僕が今一番恐ろしいと思うのは、特定の主義主張による精神的な囲い込みのようなものです。多くの人は枠組みが必要で、それがなくなってしまうと耐えられない。オウム真理教は極端な例だけど、いろんな檻というか囲い込みがあって、そこに入ってしまうと下手すると抜けられなくなる。そして1984、そこから導かれる11784、マイクロチップの国際データ通信コード、もしかしたら彼は僕たちに何かを伝えようとしていたのかもしれません。調査の続きです。次に向かった場所は東京都の千駄ヶ谷。ここから徒歩約10分ぐらいの場所にその場所はあります。
細い路地を抜けていったその奥に建物はありました。こちらがその住所の場所にあった建物です。しかし人の気配は一切ありません。こちらをご覧ください。門の表札なくなっています。そしてポスト、大量のチラシが残っています。触れることはできないのでこの隙間から覗くことしかできなかったのですが、チラシしかなかったです。郵便物、封筒、そういった送付先が分かるようなものはありませんでした。もちろんチャイムを押しました。しかし何の反応もありません。それもそのはず、電気はすでに止められていました。つまりここにもいません。暗証に乗り上げたかのように思われましたが、また一つルートが見つかりました。それはこの MK が別の会社の取締役をやっているということが分かりました。流れは今までと一緒です。その会社の登記簿を取り寄せました。それは2つあります。それがこちらです。2つの会社の登記簿、ここに書かれている MK の名前、そして実はこの2つの会社住所が同じです。それは東京都千代田区。僕はそこへ向かいました。世界一のお金持ちビル・ゲイツといえば Windows。 そしてそんな彼にはもう一つの顔があります。それはワクチン。彼は現在マイクロソフトを去り、自分の新たな財団を中心としたワクチンの普及に全力を注いでいます。ですが勘違いをしないでください。僕は一言もビル・ゲイツが何かを企んでいるということは言っていません。ここは重要です。確かに彼はワクチンで人口削減ができると発言した過去があります。そしてまたゲイツ財団の骨髄炎ワクチン接種後に体が麻痺した50人のアメリカの子供たちのニュースなんか世界中を驚かせました。しかし彼は私のワクチンで500万人の子供たちの命が救われたと言っています。ワクチンは多くの人の命を救うものですよ。今のところはもしワクチンという体で体内にナノチップを入れられていたとしたら、 3.11 の震災直後に鳩山政権が突如緊急輸入した新型豚インフルエンザワクチン、これは欧州で大量に余っていたインフルエンザワクチンを日本が853億円の税金を使って緊急輸入したものです。当時は新型インフルエンザが流行りました。緊急フェーズ6という世界的パンデミックという背景もあり、7700万人分というとんでもない量が日本に輸入されました。まあ、結果的にその新型インフルエンザは大した広がりも見せず、その輸入したワクチンを打った人は全体の2割程度で、残りは破棄されたとされています。で、問題なのは 3.11 後に新型インフルエンザが流行り、世界的パンデミックが起こり、世界中で新型ワクチンを投与しようとしました。しかし新型豚ワクチンは副作用を伴ったので接種を拒否した人が非常に多かったということです。接種を拒否した人が非常に多かったにもかかわらず、新型インフルエンザの流行は収まりました。このことから生まれるある疑問。1、新型豚ワクチンの副作用はナノチップの影響ではないのだろうか。2、ワクチン接種しないでも新型インフルエンザの流行は収まった。じゃあそもそもワクチンは必要なかったのではないか。3、なぜ新型インフルエンザの流行が収まったのか。世界的パンデミックだったにもかかわらず、普通に考えたら新型インフルが世界中に蔓延し、この星は死の星となっていたはず。4、なぜ 3.11 の地震発生直後というタイミングでこれが起こったのか。そこから出るある考え、それは新型インフルの流行は誰かが意図的にやったのではないかということ。そしてワクチンを接種する人が想像以上に少なかったから、とりあえず一旦手を引いたということ。つまり全ては誰かが考えたことではないのか。じゃあそのきっかけとなった 3.11 という大きな地震、聞いたことある人はいると思いますが、あの大震災にはたくさんの謎があります。不自然に消された発生直後のデータ、自然発生しない観測データ、動いていない海底、不自然な2台の監視カメラ、原子力を監視していたイスラエルの監視会社、偶然にもたまたまいたアメリカの戦艦、並べたらキリがないほどの謎、偶然、奇跡、言い換えれば人工地震の証拠が出てきます。その会社の名前は日本高加齢センター株式会社。この会社は主に医療系の会社です。そしてもう一つの会社、そちらもまた医療系の会社です。突然出てきた医療というキーワード、そしてさらにこの会社と同じ場所に多くの非営利法人が入っています。そこから導かれるキーワード、それは外国との橋渡し、ミスディレクション、マジックの世界で使われる手法で、例えばここに黄色いだるまがあります。
そしてポケットからハンカチを出し、これを振ります。するといつの間にか黄色いだるまが赤く変わっています。このように人の注意を別に引きつけておいて、その間に何かをなすというトリックがあります。例えば君がこっそり何かをしたいと計画しているのなら、それよりもインパクトのある別のことをやって、そこに人々の注意を集中させ、その隙にこっそりと計画を進める。これがミスディレクションです。そしてこれが最後の話です。中国人観光客の日本での爆買いは誰しもが耳にしたことがあると思います。日用品、生活雑貨、電化製品、日本製品は大人気のようで、買い占めるかのように買ってくれます。日本における経済効果もあり、悪いニュースだとは誰も思っていません。が、別のあるものを爆買いしていたとしたらどう思いますか？そのあるものというのは土地。皆さんご存知ですか？すでに北海道の8分の1の土地は中国企業に爆買いされました。つまり北海道の8分の1はすでに中国の国土です。日本では日本人じゃなくても、そこに住んでいなくても自由に土地が買えます。外国人土地法というのがありますが、それは全く機能していません。なぜならば、例えば土地をたくさん持っている日本企業があるとして、その企業をそのものを丸ごと買収する、そんな抜け道もあるからです。中国は日本だけでなく世界各国で土地の爆買いを進めています。そしてもちろんそれは中国だけではなく、世界中の国が水面下で土地を合法的に買い漁っています。そして爆買いは土地だけにとどまらず、例えば日本のマスメディアでもその背景は全て海外企業が権力を握っています。だから日本のメディアは海外企業が有利になるような右向け右の偏向報道しかされないのです。平和ボケした日本人は未だに憲法第9条の改正で戦争に行く行かないで揉めています。しかし実際はすでにどんどん日本国土が海外勢に占領されていることに気づいていない。将来日本という国はなくなってしまうかもしれません。第3次世界大戦はもう始まっています。